リンちゃん、心霊スポットで写真撮りたいんだよね。大学の卒業を控えた時期のことだった。 W 君が就活で出会った友人たちと飲んでいる時に、 Y という男が目を輝かせてそんなことを言い始めた。は？噂レベルじゃなくて、本当にお化けが出るとこに行きたいんだよ。あ、いやいや、噂レベルのとこでいいだろ。なんだよ、本当にって。現場に込められた恨みをフィルムに残したいんだよ。かっこよさげに言ってるけど、全然かっこよくないぞ。いくつかピックアップしたんだけどさ、ここが一番怖いと思うんだ。そう言って K が地図を取り出した。ここに病院の廃墟があるんだけどな。昭和くらいの時に小児病棟があったらしくて。おいおい、これ山奥だし、難病の子たちがいたってところかよ。やめとけやめとけ。よくないよ、倫理的に。いやいや、そういうことじゃないんだ。Y はその病院の来歴を語り始めた。その小児病棟は、入院施設を備えている大きなものだったのだが、重病の子も、そうじゃない子も、一緒くたに入院していたのだそうだ。そこに凛ちゃんという女の子が入院してきた。凛ちゃんは、体は弱かったものの、重病を患っていたわけではない。明るく人懐こい子で、すぐに入院している他の子と仲良くなった。だが検査入院だった凛ちゃんは、一週間くらいで退院したのだという。またね、と病院でできた友人たちと挨拶を交わし、凛ちゃんは家に戻った。ところが、二ヶ月後、凛ちゃんは少し体調を崩し、入院することになった。もっともそれも深刻なものではなかったらしい。すぐに体調は回復し始めたのだが、病棟内を歩けるようになった凛ちゃんに、重い現実がのしかかってきた。前回の検査入院時に仲良くなった友人が数人、亡くなっていたのだ。凛ちゃんはしかし、現実を受け止めて、勤めて明るく振る舞っていたらしい。結局2週間くらい入院した後、じゃあ、また会おうね、と言って、退院したのだが。退院した次の日、凛ちゃんは自分の部屋で首くくって、自殺しちゃったんだよ。え？なんで？話がおかしくない？まあ、聞けよ。遺書があってな。便箋に子供の字で、私だけが退院するのは不公平だと思ってこうします、みたいなことが書いてあったらしいんだわ。それって、精神状態が普通じゃないじゃん。ああ、実は凛ちゃんは学校でいじめられていたらしいんだ。そのことを誰にも相談できず、精神状態が普通ではなかったみたいなんだよな。そうなのか。でな？ Y は一泊置いて話を続ける。それ以来、その病院の病室に凛ちゃんが遊びに来るって噂が立った。いや、噂じゃなかったんだな。結局フロア全体が使えなくなって倉庫になったらしいから。マジかよ。でも職員はたまに行かなきゃいけないだろ？そうすると、凛ちゃんが出てくるんだと。で、話しかけられたり触られたりすると、おかしくなるって話だ。え？もちろん症状の重い軽いはあるらしいんだが、でも少なくとも一時的にはおかしくなってしまうって言うんだよ。で、そこへ行こうかと。お前ら、
付き合ってくれないか？行かないよ。誰が行くか。W 君ともう一人の友人が食い気味に否定すると、Y はふふんと鼻を鳴らしてこう言った。3万出せよ。じゃあ俺行くわ。U が右手を上げる。車出せよ。お、悪いな。で、お前らはどうする？ W 君たちの方を向いて、Y が勝ち誇ったように尋ねてきた。結局、まあ全員がおかしくなるなんてことはないだろう、という結論になり、Y 以外の3人は建物には入らず外で待つ、という条件で、その廃病院に向かうことになったのだそうだ。数日後、U の車でその廃病院に向かう。W 君は行くと言ってからの数日間で、すっかり吹きが失せてしまっていた。しかし一度約束した手前、自分から行きたくないとも言い出せない。仕方なく後部座席に座り込んで、仏頂面で外を眺めていたのだという。廃病院へと向かう一本道の参道に入ったところで、W 君はあるものを見つけた。少し先の道の脇に木に隠れるようにして看板が立っていたのだ。ユウ、ちょっと、ストップ、ストップ。は？どうした？看板だよ。看板があったんだ。あれ、立ち入るなって看板じゃないの？行政の。事前に行政からの立ち入り禁止の看板や監視カメラがあったら行くのを中止しようと取り決めていたこともあって、慌てて W 君は車を止めさせる。全員で降りて看板のところまで行くと、それは行政や土地所有者などの公的な看板ではなかった。それは手書きのみすぼらしい看板だった。地元の人が書いているようで、ここから先の建物にまつわる噂は、大方本当なので、やめた方がいい、と書かれている。なんだ、これ。大方本当って書いてあるよ。W 君たちがそう言い合っていると、Y が興味なさげに言い放った。じゃあ、行こうか。行政じゃないし。そう言って、スタスタと車に戻る。とは言ったものの、別に行くこと自体を禁止する看板ではないので、W 君としても折れざるを得なかった。しぶしぶ車に戻り、さらに道を進んで行ったのだそうだ。しばらく行くと、また道の脇に看板があった。車を止めて確認してみると、少し違っていた。先ほどの文言に加えて、何年何月何日に何人来てうち何人、などと書かれている。もう少し先に行くと、また看板があり、そこには別の年月日が記載され、何人来てうち何人不明、などと書かれていた。おいおい、不明って。脅しにしても不気味すぎだろ。Y も近づくにつれ、異様な看板が連続して立っていたため怖くなったのか。俺も中には入らず、外から写真撮ろうかな、などと言い始めた。問題の廃病院に到着した。すっかり風化してボロボロになった廃病院は、噂を知らなくても入りたくない雰囲気を醸し出していた。じゃあ、俺写真撮ってくるわ。おう、撮ってこい撮ってこい。俺ら、車にいるわ。Y 以外の3人は、すっかりやる気も失せてしまっていた。じゃあ、5分くらいで戻るから。そう言って Y は外に出て行った。
が、しかし。五分経っても、Y は戻らない。ドアを開けると、建物の方からカシャカシャ音はするので、写真は撮っているようだ。もう、帰りてえな。呼びに行こうぜ。運転手の U だけ残して、W 君と友人の二人で、音のする方に向かう。角を曲がった先で、建物の写真を撮っている Y の姿が見えた。おい Y、お前5分って言ったじゃん。W 君がそう言いながら近づくと、Y はファインダーを覗き込みながら、まだしっくり来ないんだよな。あと少し。あと少し。などと言っている。こういう写真好きなやつのあと少しは信用できないよな。などと言って、W 君と友人は、ワイド建物から少し離れたところで、携帯灰皿を取り出して、タバコを吸い始めた。タバコを吸いながら、熱心に写真を撮っているワイを眺めていると、友人がぽつりと言った。あいつバカだよな。アーティスト気取りかね。なあ、プロでもねえくせに違うなあとか言って。その瞬間だった。急に背後からクラクションの音が聞こえた。パッ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 と定期的にずっと鳴っている。U の車の方からだ。どうしたん？Y もこちらを向いて聞いてくる。わかんねえ。どうしたんだろう。タバコを消して、急いで車まで二人で戻る。車に近づくと、異変に気づいた。運転手の U は何もしていなかった。両手をだらりと下げて、ぼーっと前を見ているだけだ。ただ、その膝の上に、小学生くらいの女の子がちょこんと座っていた。女の子は楽しそうにクラクションを鳴らしている。何あれ？やばいやばい。相変わらずクラクションの音は鳴り響いている。お前、写真撮ってる場合じゃないって。そう言いながら W 君が振り返ると、Y の姿がない。どこへ行ったかとあたりを見回すと、建物の中に入ろうとしている後ろ姿が見えた。お前、なんでこのタイミングで入ろうとしているんだよ。クラクションが鳴り響く中、Y はその音に何のリアクションも見せず、写真を撮りながら、どんどん建物の中に入っていく。おい、お前何やってんだ？近づいて肩を引っ張って外に引きずり出すと、その手を乱暴に振り払って怒りを含んだ口調で Y はこう言った。あと少しなんだよ。え？あと少しってなんだよ。あと少しで打ち解けてきていい笑顔になるんだ。そう言って総合を崩す。打ち解けてって、誰がだよ。すると Y は、屋内の何もない空間に向かって手を差し出す。誰って、この子たちが。何もない空間に向かって、笑顔を振りまく Y の異様な様子に圧倒されてしまい、W 君たちは、何も言えなくなってしまった。ほら、打ち解けていい笑顔になってきた。そう言いながら写真を撮り続け、建物の中へ入っていってしまった。相変わらず車のクラクションはパーパーと鳴っている。どうする？どうするって、とりあえず途中のコンビニまで戻って人呼ぶしかないだろう。
W 君はそう答えたものの、下まで降りていくためには車の横を通らなければならない。あまりに嫌だが、他に選択肢はない。車の方向を見ないようにして、W 君と友人は二人で車の脇を走り抜けた。ちょうど横を通り過ぎるとき、女の子の声が聞こえた。クラクションを鳴らしながら、大声で何かを言っている。ただ聞きたくなかったので、W 君は声にできる限り意識を向けないようにして、車の横を通り過ぎた。そして、車の横を通り抜けて、ようやく敷地外に出られる、と思ったその瞬間。隣で並走していた友人が、急に W 君の肩を掴んで、引き止めてきた。でもさ、俺たちが出ちゃったら、イコールになんねえじゃん？こいつは、何を言っているんだ？理解できずに反応できない W 君に、友人はさらに言葉を重ねる。俺たちが逃げちゃったら、イコールじゃねえぞ。その言葉を聞いた途端、先ほど車の横を通り抜けた時、女の子が叫んでいた言葉が急に意識に上がった。女の子が叫んでいた言葉。それは、イコールじゃない、イコールじゃない、という言葉だった。ひょっとすると、遺書の内容も、伝聞だから不公平だとか言われていたが、でも本当はイコールじゃないと書かれていたのではないか。その思いつきを振り払うように乱暴に友人の手を振り払うと、友人は少し正気に戻ったようで、それ以上 W 君を無理に引き止めようとはしなかった。ただ顎に手を当てて、イコールじゃねえと思うんだよな、とつぶやいていたのだそうだ。で、そのまま僕だけがコンビニまでかけて行って、人を呼んで、そっからは大騒ぎでしたよ。居酒屋の喧騒の中で、W 君はやれやれ、といった感じでそうぼやいた。ところで、三人はどうなったの？話が終わったようで、ごくごくと酒を飲み始めた W 君に、私は尋ねた。ああ、詳しくは言えないんですけど。けど？写真撮ってたやつは、もうカメラが触れない感じになりました。え？運転してたやつは、もう運転できない感じに。免許証も失効したんじゃないかな。友達は？そいつは家から出てこなくなっちゃいました。深刻そうな口ぶりでもなく、W 君はそう言った。そしてこう続けたのだった。ねえ、俺も車越しに凛ちゃん見てるんですけど、俺だけ狂わなかったんですよね。不幸中の幸いだったね。私がかろうじてそう言うと、何がおかしいのか、クックックッと低く笑いながら、W 君はこう言った。俺が最初から狂ってるからですかね。ニヤニヤ笑いながら嬉しそうに語る W 君のその様子に、嫌悪感を覚えると同時に鳥肌が立った。その日以降、W 君とは連絡がつかなくなってしまった。別れ際の W 君の様子を思い出すと、積極的に探す気にもなれず放置しているが、彼は今、どこで何をしているのだろうか。